これそれかな、頼むよ。じゃあ俺おしぼり強者じゃねえか。おしぼり頼みますよ本当に。いやそもそもだから今日集まったのは、うん、ね、うん、これから何をやっていくかっていう、うん、ちょっと企画会的なことをしようかな。ほい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 。だからね、結局ね、僕がですね、まあ僕の YouTube いろいろ、まあ、日本一周の旅とかも流してきたんですけど、うん、まあ1年ちょっと経ちました、U ターン移住してきて。竹内はもうずっとこっちでしょ。そう、まあ、U ターンでクソみたいな人生を送ってきて、あるわか、俺がさあるわな。で、まあまあ結局戻ってきて、このコロナ禍で知多半島を盛り上げたいなみたいなことたのに、結局まだ子供食堂しかできていなかったと、うん、ね、でせっかくだから、うん、YouTube もうまく使って知多半島を盛り上げていきたいと。なるほど。そうそう、うん、でそのためにはまず何をするべきか、うん、で今度11月の19、20、21で谷本隆さんのミュージッククリップは1000人集めてやろうというのが今動いてます。でこれ詳細はまたちょっと近畿にということなんですけど、うん、それ以外でも何かできることあるんじゃないのかなと。なるほど。でそもそもやるにあたってもっとメンバーも知りたい。そうだね。そうそう。おとなしいじゃないですか。急に。なんかずっと喋ってるからさ。なんか聞き手に回っちゃってる感じだよね。だから基本まあこれね、今これ見てもらってるのがこれコケテラリウムっていうのなんですけど、これは竹内がね、はい。そうです。これどれぐらいやってんのこれ？これは3年ぐらい。最初は、お庭を作ってもらったお客様に、プレゼント、うん、そう、元々は庭師なんですよ。そうなんです。ガーデンデザインと施工とメンテナンスしてるんですけど、最初そのお庭を作らせてもらったお客さんに対して苔玉だったりとか、うん、小さな苔テラリウムを、うんうん、まあ、ありがとうございましたという形でプレゼントしてたんですけど、うん、まあ、そのクオリティがなんかもう良くて、評判が良くて評判が良くて、なんならもう商売しちゃったらみたいなところからちょっと調子に乗っちゃって本気になってみようと思って作ってみたら、まあ、ある程度商売になっちゃった。あ、なるほどね。そう今日これもオリジナルで作ってんのね。このガラスと電気、これも全部このコケテラリウムの中にあるコケたちが育ちやすいようなライティングの設定とか、あとここの湿度の調整のこの換気口、このデザインだったりとか、まあ、大きさとかもそうなんですけど、ここも全部自分で電気屋さんにお願いをして、うん、で電気屋さんと僕とタッグを組んで、うんうん、オリジナルのボトルを作っちゃったと。あ、なるほど。そういうことです。実際にこのこっちのちっちゃい方、うん、この前ここ今知多原共同店の2号店なんですけど、ここでもこの前やったけど、まあ、小学生からそうね、うちの母親も来てくれたんだけど、うん、70過ぎまで来たけど、やっぱみんな没頭すんだよね。唯一ね、ちょっとね、コケテラリウムやってて、うん、気になるのがね、コケ、うん、を触り出すと、うん、みんな一様に何も喋らなくなる。そうそう、あのカニ食べてるから。シーン、そうまさにそうだ。同じような感じが。そう、うん、だから毎回、皆さん、コケ触るのいいんですけど会話しましょうみたいな。そうそう、せっかく伝わるでいろんな人たちが来てるから、うん、ワイワイガヤガヤやろうよって思うんだけど、うん、みんな熱中しちゃって無言になるっていう。いやだけどさ、終わった後、うん、店やってたんだけど、やっぱね、隣の人同士で話し合うんだよ。あー、いいよね。そう、今の子たちって、今の人たちってちょっとコミュニケーション不足でしょ。はいはいはい。やっぱコロナ禍もあったし、特に子供ね、うんうんうん、だから僕今子供食堂やってるのもやっぱり人と人がどんどんつながっていくっていうこと、うん、ちゃんと目を見て挨拶をするとか、コミュニケーションをしっかりとる、うんうんうん、だからこれもどんどんやっていかないと何も面白いこと生まれんでしょう。確かに、うんうん、そうだね、そういうのやっていきたいですよね。だから例えばね、今日実は僕の引っ越しやってたんですよ。まあ、ありがとうございました。もう今台風ですよ。この台風のさなかですね。あのじいちゃんやばくなかった。やばかったね。なんか一瞬でものすごい雨が降ってきて、やばーって言ってたら、杖ついたおじいちゃんがなんかなんていうの、ものともせずみたいな、杖ついてるのにものともせずみたいな感じで歩いてんだけど、やっぱ気になって竹内がこうってゆるーちょっとゆるくで、おじいちゃん大丈夫って言おうと思ってパッと見たらにやってもらったんだ。でそのまま歩いてたんだけど、そもそもこの台風の雨降るって言ってる時に杖ついたおじいちゃん歩いちゃダメでしょ。あれはすごい、ね、おじいちゃんいたよね、ファミマに。いたね、さっきいた。しかもさ、あのおじいちゃんさ、ファミマの外で多少したよ。してた、してた。やばいんだよ。してた、してた。ね、いろんな人がいますよ。いるね、
本当にね、今日絶対引っ越しはないと思ってたんだけど、行けるでしょっつって。そうそう。いや実際行けたじゃん。まあね、まあね。いやいや、僕ね、例えばその芸能やってた時でも、うん、ドラマに急に呼ばれたことあるの、はい、で、その監督から、あっくんねって、あっくんって呼ぶぐらい仲いい感じなんだけど、うん、どうしてもあっくん来てほしいんだって、うん、何かって言ったら、うん、むちゃくちゃ晴れ男なの。あ、晴れ男、うん、君の手が囁いてるってドラマだったけど、うん、まあ、その当時ある程度役付きで出てたんだけど、はいはいはい、本当ワンシーンだけなんだけど、うん、そこをどうしても撮りたいからって監督から晴れ男の役が指名された。へえ。でも実際今日ね、本当にほぼほぼ雨に打たれず。そうだね、やれちゃったもんね。こんだけだって名古屋の方も雨降ってるとかニュースでやってたのに、うん、なんとかんだできたってことね。よかったよ、もうめっちゃここ痛かったけどねふざけんなよ、本当に。要はね、彼が二等車を出してくれたんですよ。二等車出してくれて、で3人で乗ってたのね。そう、同級生3人で、そこね、同級生、もう一人同級生乗ってて、端っこにいて、窓の方にやってたら、こいつ勝手に窓ビーンって開けたら、そこの窓のところに肉が、いてって。めっちゃ引っかかってきて。そうそうそう、ほんと持ってかれたからね。久々に涙を見たっていうね、男の子。あれさ、ドッキリすると我慢とかじゃなくて、なんか違う意味で涙出てた。そういうこと。あれは申し訳なかった。いや、だから今日とかでもそうだけど、ちゃんとコミュニケーションしていけば、そこに笑いだったりリズムが出てきて、そこに持ってくるわけね。楽しいですよと。だから今飲食店も静かだけど、もうね、まあ、自己管理もちろん必要ですよ。必要は必要だけれども、もっとどんどん外出てったりとか、人と関わるってことを積極的にやっていかないといけない。僕なんかね、週5でね、原田に来てるからね。そうそうそうそ う, そ う, そう。ちょっと最近へこんでたんですよ、僕はね。そうそうそう、週5ぐらいで竹内が、上にまたへこんでんのかな。優しいんですよ、ほんとね。ダッセーなーなんつって言いながら。だからね、この YouTube も、どっちかっていうと、なんかさ、コミュニケーションをどんどん取ってくる感じにしたい。じゃあもうこれからさ、うん、いろんな人たちがまたこうね、うん、加わってさ、うん、そこでまたワイワイできたらさ、そうそう、いいね。なんか一緒に挑戦していけるような。そうだね、うん、そうそう。だからまずここのメンバーを増やしていきたいと。そうだね。今あのガヤだけね、女の子の声も入ってるんですけど、まあそういう人たちがね、そのうちで、そのうち加わるんで、加わる、交互期待って、交互期待、はい、はい、どんどんいいメンバー増やしていきますから、ここから。でスタッフもね、ちょっと面白い人たちがこうどんどん繋がっていけば、いろんなことできんじゃないかと。いや、もう不可能なことないですよ。うん、やっていきましょうよね。やりますよ。何でもやっていきましょうよ。なんかね、挑戦心、あの、これもすごく大事で、あの、最初から失敗恐れてる子たちがすごい多い。そうだね、うん、結局そのどうせ変わらないとか、うん、どうせ変えられないとか、そう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 、そういうね、ことを言ってる方たち多いと思うんですよ。だからそういう子たちも巻き込んで、うん、こう変えていきたい。実際ね、その僕らもさ、無理だと思ってたことをさ、実際こうね、やれるようにしてきた、そう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 、ね、うん、経験があるわけだから、うん、やっぱり気づかしてあげたいっていうのもあるし、うん、でそういうなんかこう心ね、こう傷ついてる子たちとか、うん、必ずいるはずだから、うん、そういう子たちにもう少しこう伝わるように、そうだ、ね、僕らがやってることっていうのを伝わって、こう伝えていけたらいいかな、うん、そうそう。だからね、僕らだけでは、ね、なかなか成立しないこともあるので、いろいろゲストも呼んでいこうと思います、うん、実際にね、まあ、僕も昔そのこの555だったり仮面ライダーとかやらせてもらって、後輩とか先輩 の, そのヒーロー経験者とかも来てくれたりとか、まあ、ありがたいかな、東京でずっとやってたからミュージシャンだったりとかスポーツ選手のつながりもあるので、もうそういう人たちにもどんどん来てもらって、いろいろアイデアももらい、ちょっと北半島に根付かせる、うんうん、で、まあ、コンセプトはとにかくいろんな人と絡んでいく、うん、これまず一つドドンとね、ドドンドドンと、うん、やりましょう。でそれ以外何か逆に募集もしたい。ああ、いいね、うん、こんなことやってほしいと、あ、もう行ったらね、若い子たち YouTube いっぱいやってますよ、10代、20代がね、うん、もう44ですよ、僕ら44、だから もしかしたら若い子とか、もしかしたらもうさっきのおじいちゃんとかがメンバーに入ってくる可能性があるわけですよ。あのおじいちゃんはね、バズるね。あのおじいちゃんさ、さっき俺車で行くときさ、また違う方向から歩いてずっとこうやってたから、こうやってたから何やってたんだよね、わかんない、なんかね、強いからじゃない、風が、風、あ、風をかけてたのさっき風邪だね、歩けんと、うん、強いから。でね、あのね、杖ついてなかったの。あ、ついてなかったね、うん、落としたんじゃない台風で
違う歩けフリストだし。でも本当にさ、あのすごい雨の中さ、しっかり似合って笑ったもんね。目線があって、やっぱりおかしいでしょみたいな笑いだったからね。狙ってたね。あれ狙ってるな。狙ってたね、あれはね。だから数いらないんだよ。本当にいらないそう。俺的にはね、本当に人だったのかなっていう。神様だったのかもしれない。千人とか。そう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 。神様、ファミマ、ファミマの横で発症しないからね。そっか、そこ行けばすぐにあるから。そっか、いや、神様も催す時あるかもよ。いやいやいや、さすがにだってトイレ入るわけにはいかないじゃん、神様。神様、神様、そうそうそう。そもそも遠慮しちゃったんだから。神様が台風の時に散歩する必要ないから。しない、しない。なるほど、そうか。だからまあ、とにかくあのいろんなことを44のおっさんたちに、なんかこれやってみてと、だそういう挑戦ものは全部竹内がやります。やります。汚れは僕全部竹内がやります。だ例えば何々の料理してとかね、この前もありました、料理のこの、ね、レシピを教えるとか、そういうのは僕やっていきますけど、なんかいいのばっかじゃない、それが。なんかいい、いい役ばっかじゃない、それ。大丈夫。こっち？これ汚れ。大丈夫、大丈夫。ああ、うん。やる、やる、汚れ。もうなんせね、いいですよ、いいですよ。まあ、今日からね、新しくまた切り替えて、家も切り替えて、あ、そうだね、練習もね。編集もしてくれると。そう、ってなったら、髪の毛染めましたからね。濃いんですよ。一人だけちゃんとして、僕こんなんですよね。えで、僕実は今日これがあること知らされてなかったんですよ。ただ僕引っ越しを頑張ってやろうと思って、もう格好もだからこんなんですよ。来て自分一人だけ綺麗に髪の毛作ってきて、来てる。しかも考えられない汗びれだったんだけどね、手伝ってもらって俺だけシャワー浴びましたから今。でシャワー浴びる時間なく来て、で買える T シャツもない、で撮影するなんて思ってなかったね。で急遽原田の作った T シャツを着てるっていう。これ超人気だったんだから。これこれ知ってる人は知ってるんだよね、これね。もうこれでも10年前に作ったやつ。10年前。だけどいいアパレルでやっぱ作ったからもちろん。でそれこそだからまだね、純烈とか名前出る前にうちのイベント年末にやってたんですよ。 G っていう結成のね、だからお店の名前の由来になったんですけど、あのその G っていうユニットの、あの最初に最初で最後に作った T シャツ。おお、まだ残ってる。もうない、これラストの新品です。だから今舞台でも結構人気だったその55の曲やってて、谷口の男が入ってたりとか。違う違う、 G っていうお店だったの、東京の時は。 G ファースト、G セカンド、G アナザー、G トリップ。 G トリップは聞いたことない。うん、そうそう。で、もともとはその G ってたまに聞かれるんですけど、未だにね、あの何の略かっていうと、下水の。お、下水。それは谷口が決めたんだけど、谷口正史君が、うん、あの当時僕らちょうど30、はいはいはい、ぐらいで30過ぎて、なんかもう下水ことやってても芸能界残ろうぜみたいなこと言うから、もう僕はね、やめる気満々だったんですよ。はいはいはい、はい、そうそう。だけど下水ことやろうぜっつってね、で2人で会議ですよ、こうやって、うん、で下水ことって何やりたいんですから、ね、谷口がグーッて考えてから、韓流アイドルみたいなメイクしようかって言ったんじゃないか。そうそう、そっちの下水ね。だからもっと違うことかなって言ったんだけど、で結局その G って言ってる時はちょっと韓流アイドルっぽいちょっとメイクをしてネイルもやってっていうの、うん、なるほど、うん、でその中のそのコンテンツの中で、あの生の舞台で役者同士が競い合う、プレゼンテーションをバトルとして競い合うっていうのが面白いね。面白い。結構有名 なキャラメルボックスだったりとか、うん、元チーム発泡美人っていう劇団の方とか、うん、あとだから純烈のメンバーだったり、酒井君かな、リーダーとかに出てもらったりとかして、うんうん、あとはウルトラマンガイアス吉岡だったりとか、うん、そう、その辺に出てもらって、うん、そのバトルをしてっていうのと、あとは音楽、うん、これを、2日間に分けたんですよ、確か。そうやったの。でその中でもまだ純烈が6人の頃に出てきて、へえ、面白いね。だからね、何か発想してやってみて形にして、そのフィードバックもらっていくのものすごい必要だと思うから、僕らも何かいろいろ考えて挑戦していきます。だけど見てる人たち、別にこれだから、例えば、ここでももうちょっと落ち着いたら、うん、こう YouTube 見てもらってる人とかも一緒に来て、ここで企画会議みんなでやる。ああ、その飲みながらね、ここを飲むと全部わかんないんだけど、そう、うん、完全アドリブですからね、これね。リアルですからね。はい、そうそう。だからもうとにかく受けて噛み砕いてポイして、そうポイしたから、ポイはいかない、ポイはいかないんだけど、
どんどんやっていきましょう。やっていきましょう。何か、うん、で形を作って、はい、そうそう、まだまだ40代半ばでもこんだけアホなことできるよと、うん、まあアホなこと基本的に俺がやるんだよね。そうそう、アホなことはお前が全部、俺がね、はい。で、あの良い子は真似しないでくださいみたいなね。そうそう。OK、 やりましょうやりましょう、はい。ということで、募集どんどんしていきます。で、ここからね、また新しいちょっとインスタの作って、今、まあ、個人でやってるのあるんですけど、うん、これとは別にちょっと OK です。誰かが、そうそう、で、あとちょっと TikTok とかも、 TikTok、 もうこれがいいよ、 TikTok、 おっさんですわ、僕らおっさんですわ、僕らそうそうそう、とかもなんかちょっと挑戦してやってったりとか、うん、で今、この YouTube もあの原田全部ずっとやってたんですけど、うん、ユニット名みたいのを、チーム名みたいのを決まってないですからね。そうそう、まだ、ね、でそれも、募集はしたい。おっ、ね、けど自分で決めたい。自分たちで決めたい。どっちやねん。募集を一回入れ込んで参考にして、全部捨てて、捨てちゃダメなんだけど、やりましょう、これやりましょう、はい、素敵なユニット名を募集しておりますん で、 そうそう、であともう加わりたいと、ぜひ、うん、加わりたいという人どんどん、それが例えばスタッフ側でもいいです、スタッフ側でもそうだし、うん、なんか面白いことどんどん作っていきたいよ、うんうん、やりたいよという人はぜひちょっとご連絡ください、うん、はい。あとはうちのキッチンで働きたいよっていう人もね、全然連絡ください。こちらまで、こちらまで、こちら出ない出ない、まあ出してもらう、出してくれるよ。だからまあいろんなこと連動として、だからもう TikTok も言えないんですよ、そう、ぐらいの年でもなんかこうやっていけばなんとかなるんじゃないのと、うんうん、できるできる、うん、やりましょう、やろう、やろう、うん、はい。ということで皆さん、ぜひ募集しておりますので、ユニット名もまだ決まっておりませんし、やる内容もそんな決まってませんが、まあ、こういう企画会もちょこちょこやりながら、うん、進めていきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。というわけで、今まで自己紹介してませんでしたが、原田篤史と竹内義則です、はい、でした、いやでした。もう一回やりますじゃあもう一回やっとこうか、うんうん、その前にも使ってもらって、というわけで、まあね、いろいろ話してきましたが、ね、自分動画もしてませんでしたが、原田篤史と竹内義則でした、はい。というわけで、これからも YouTube 見てください。それでは皆さん、さよなら。